この間秒で完売しちゃったらしくて、アルコデオです。これ値段がやばいんで、本当に一応全色まとめない。自分的には一番前ブームはアルコディオのシャツの上に素晴らしいと思わんかね。星和さん、お疲れ様です。お疲れ様です。なんすかこの色気のある格好、素晴らしいと思わんかね。これ何のセリフでしたっけ。これね、ムスカです。最近ムスカハマってるんですよね。なんか3分間待ってやる、あんまりね似てないんだよね。あんまりやりすぎるとね、こう似てないってクレームが来るんですけど、やめときます。ぜひコメント欲しいですね、これ。似てるか似てないか。ちょっとこのメガネ この選び方とかジャケットとか、本当はね、なんかここに帽帯とかもしたいぐらいなんだけど。今日はムスカコーデですか。ムスカはすごいのよ、なんか。勉強してるんですよ一応。いや、もともと天空の城ラピュタっていうのが好きなんだけど、あ、間違え、天空の城だ、あれ。天空の城ラピュータだっけな、なんかちょっと忘れちゃったんだけど。オールドマネーのスタイルっていうのはほら、今もう全世界的なトレンドになってるじゃない。何でしたっけ、オールドマネースタイルって。オールドマネースタイルとニューマネースタイルっていうのがあって、はい、ニューマネースタイルっていうのは今の現代的なお金持ちのスタイル、オールドマネースタイルっていうのはいわば昔のお金持ちのスタイル、まあ、本当に 上品なクラシックでリッチな感じがして、まあ、割とトレンドの要素が結構そういう感じなんだけど、今だからそういう感じに寄せてった時に、なんかこういうクリッポンのさ、サングラスとかさ、そういうのもそうなんだけど、冷静に自分を客観的にこう鏡の中で見た時に、素晴らしいと思わんかねってついつい言葉に出ちゃったんでね。あ、これムスカだなと思って。今日のコーディネート素敵だなと思うんですけど。 ありがとうございます。クリッポンのサングラス、ジャケット、これ何色ですか。グレージュかな。これね、昔ビームスで買ったやつ、ビームス F、F のオリジナル、ビームス F のオリジナル、結構ね形、自分 の肩のラインとかぴったりはまるんで、綺麗ですね。これ綺麗、すごい好き、もう十何年ぐらい着てるよこれ。そしてそのニットなんかめちゃくちゃいい、ニットこれいいんだよね、なんかすごい。この間秒で完売しちゃったらしくて、慌てて、僕の場合はだよ、これは皆さん真似できないんだけど、僕はもうすぐ電話して、はい、あれお願いしますアルコディオです。アルコディオ、はー、シャツもアルコディオなんだけど、最近シャツの上にニットを着るっていうスタイルがクリーンで、ちょっと誰も今やってないじゃん。こういう人いないよね今ね、こういうスタイルしてる人。だから逆に新鮮で、自分的には一番前ブームはアルコディオのシャツの上にアルコディオのニット、だからアルコディオオンアルコディオだね。アルコディオオンアルコディオ、アルコディオオンアルコディオ。値段がやばい、これいくらか知ってる、これアルコディオのシャツがさ、だってアルコディオ一番やばいのってさ、シャツの価格やばいじゃん。とんでもないコスパですよね。だって8000とか7000とかでしょ。そうだよね、ニット、これイタリアの防染機メーカーのビエラって世界三大ウールの産地って言われてるんだよ。ああ、世界三大ウールの産地。そう、イギリスは中部地方にハダースフィールドっていうのがあって、もう前取材しに行ったことがあって、はい、でイタリアはビエラで、ビエラもイタリアの中部地区にあって、で日本だとやっぱ中部地区の愛知の一宮っていうところに尾州っていうのが有名なんだけど、そこが世界三大ウールの産地って言われてる。みんな中部地区だね。なんか中部ってなんかちょっとやらしい、ね、あ、全然やらしくないそこのラニフィーチョ・ディ・トレーニョ、まあ、1900年ぐらい続く、まあ、イタリアの、まあ、紡績メーカーっていうのかな。でメリノウール 100% なんだけど、で 19.5 マイクロンっていう細い、あ、でこれ12ゲージっていうんだけど、ハイゲージなんだけどさ、これ、はい、1ゲージって 2.54 センチの中に12本糸が入ってる、うん、まあ、だからそのぐらい細い。あ、そういう計算なんですね、うん、それの12ゲージのハイゲージのニット。これ値段がやばいんで本当に、ね、言えない。言えないんですか。また瞬殺するからもう言えない。あ、これはじゃあ言わない方がいいですね。まあ、そういうやつです。いや、教えてくださいよ。13200年間違えた、単位間違えた、13200円だ。一応色が、はい、ブラック、ネイビー、グレー、グレージュ。あ、ブラック、ネイビー、グレー、グレージュかな。でこれグレージュ、いいで、ね、でこれクルーネックなんだけど、はい、漏れなくモックネックもある。首がちょっと高めなんだけど、そういうのがお好きな人はそっちでもいいんだけど、これはクルーネックが好きだから、クルーネックはもちろん一応全部全色まとめ買い。
全色まとめ買い。もちろんだってこの価格だもんだって。確かに。でもそれは普通にオンラインで買ったんじゃなくて俺は電話しましたアナログ人間というわけじゃないんだけど、やっぱり担当の人がいるんで。なるほどじゃあ欲しい方はお早めにってことですね。あ、そうね。でも瞬殺で売れちゃったみたいだからもう買えないかもしれません。うわ、それは買えるか買えないかはあなた次第です。そこはムスカじゃないんだ何の話これ